96番です。閉じ込めた空気を変化させます。ボイル・シャルルの法則に代入をします。はじめの圧力は 2×10 の5乗、温度が27度 C ですから 300K。 体積は 3×10 のマイナス2乗。これを圧力を半分にします。から温度は上げます。273を足して360K。 体積はいくらになりますか。これを計算してください。 7.2×10 のマイナス2乗立方メートルとなります。